はい、バーンシュ。さあ皆様、ボンシュールはですね、いつも田中屋のカステラを追いかけているとお話ししていたかと思うんですけども、実はですね、その田中屋が日本だけではなく韓国の方でもお店を出したということで、今回はその韓国でのお店を紹介したいと思います。田中屋からですね、このような動画が送られてきましたので、皆さんちょっとですね、一緒に見ていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。さあこちらがね、韓国の街並みですね。韓国語とかでね書かれてる場所もあれば、やっぱ英語で書かれてる場所もありますね。カメラの動きが速い。あ、アディダスがありますね。向こうでもやはり有名なんでしょうね。なんかね、人だかりがたくさんあるんですが、どうもね、屋台ですね。これなんかソーセージが巻かれていますね。で、他にもですね、カメラが速い。カメラが速い。さあ、どんなものがあるかと言いますと、何がちょっと売ってるか、あ、ステーキって書いてますね。ステーキが販売されて、お、こちらの方でですね、見覚えのある黄色の、ね、こちら、まあ、看板といいますかありますけれども、これがね、田中屋ですよ。すごいね、人だかりができてるので、大人気なんでしょうね。さあ、で、田中屋のカステラのこちらの袋と、お、今ちょっと見えました？そうそう、5000ウォン、3000ウォンというふうなことで書いてます。日本で大人気、カステラって書いてますけど、これみんな向こうの人は、この字分かってるんだろうか。さあ、ということでですね、日本を飛び出した田中屋でございます。で、まあ、5000ウォンというのは500円弱。で、3000ウォンというのは300円弱で販売されているカステラなんですが、ベビーカステラが実はね、韓国の方にはないんですって。だってこのね、田中屋のカステラがきっかけで、向こうでもベビーカステラが爆発的な人気になることがあるかもしれないですよね。皆様、また田中屋のカステラを見かけた時には、ぜひとも購入してください。しかし、韓国の方にちょっと撮影に来てよって言われるんかな？